どうもこんにちは宣伝部長のこっちです今日はジャニーズハブってことでお話をしていきたいというふうに思います というわけで、昔ね、なんか、キムハブっていう事件もあったような気がしたんですけど、今回ですね、NHK がジャニーズをハブするということで、あくまで NHK の紅白だけなんですけどね、他普通に出てるらしいとこもあるので、まあ、何、何なもうよわかりづらいですよね。なんか出さないんだったら出さないで全部バサッといけばわかりやすいんですけど、まあ、中途半端に継続中のやつは出すとかやってるからわけわかんなくなってると思うんですが、まあ、いずれにしてもですね、 まあ NHK が「紅白」にジャニーズのタレント一人も使わないということで今んところはゼロと。 いうところなわけですよねでその中で、まあ、もしかしたら出るんじゃないかと言われていたスノーマンさんがですね、まあ、同日にライブを行うということでもう喧嘩状態やぞみたいなところがありましてちょっとね、まあ、今回はこの件お話をしていきたいのと、まあ、それから生田トーマンさんですね独立を決めた生田斗真さんの降板理由っていうことに実は木村さんが絡んでいた CM があったと。 いうことが推察されているらしいので今回はこの件をやっていきたいというふうに思います。はいというわけでこちらトースポサの記事ですけれども「紅白出場ゼロ」の旧ジャニーズ NHK と完全絶縁かということでスノーマンメグ目黒蓮は物議かもすという記事が上がりましたって感じでね。で完全決別かということで NHK は13日、まあ、NHK 紅白歌合戦の出場者を発表と。 で1979年以来44年ぶりに、まあ、スマイルアップ旧ジャニーズ事務所の所属タレントの出場がゼロとなったということでねすごいことですよねはいで、まあ、逆に言うとよくここまで人気のタレントを出し続けてきたかなっていうふうに思いますよねまあ独立っていうか独占してるから当たり前っちゃ当たり前ですかねで,で一方旧ジャニーズでは大晦日にスノーマンが YouTube でスペシャルライブを生配信すると。でメンバーの目黒蓮さんは Instagram で「紅白」に対してまあを歌うととられても仕方がないコメントを残し遺恨が残ったっていうところですね。はいまあ、ちなみにですけどまあジャニーズもいろんなとこ干しますけど NHK も干すで有名じゃないですか。NHK に対してやっぱりちょっと文句言った人は出さないって感じで。 あれなんか、アカシア様さんもなんか似たようなことあ,あったような気もしますけどね。まあでも、そんくらいまあ力を持ってるわけで、まあ逆に言うと、どっかの一所属タレントはそんなにも NHK さんなんかに喧嘩売るみたいなことは絶対絶対言わないんですけど、まあ天下のね、ジャニーズ事務所様であるから、その辺はちょっと違うのかもしれないんですが、で、一応まあ発表の日にはですね、旧ジャニーズ事務所の名前はなかったと。 で、えー、NHK の稲葉会長は9月に新規の出演以来は被害者への保障や再発防止の取り組みが着実に実施されていることが確認されるまで透明を行いないと発言しておりその通りりとなったということでまあこれ正直出さないで正解ですけどねまあなんて言うんでしょう出さないどころかそもそも私としてはまあこう年末にお祭り騒ぎしていること自身がどうかと思ってますけどね。はいで そして番組制作サイドは視聴率のことも考えて2組ぐらい出していたいと考えたようですがということでこれさあ本当だったんですよねまあなんかびっくりしちゃって2組出すんだみたいなでえっとただジャニー北橋の鏡の追求… 厳しく追及してきた報道局は旧ジャニーズが紅白出場になってもってのほかというスタンスでしたと。で最終的にはメディアとして筋を通したということですね。つまり報道サイドの方はまあ、それは厳しく行く,くぞと。一方で、まあ、いわゆる何て言うんでしょうね。 政策、えー、側って言ったらいい,い,いんですかねはまあそれは人気のあるタレントに出てほしいからみたいなところでまあぶつかってで NHK っていうのは報道局の方が強いからただ勝ったっていうことで、まあ、現場は何も分かってないっていうのはう継続中じゃないですかねもうやばいよね。でだから民放においてもひょっとしたら似たようなぶつかりはあるのかもしれないけどまあでも。 ね、報道局の方が強いっていうのは多分 NHK ぐらいじゃないですか他はまあそれこそ民放だったら視聴率取ってるやつが偉いとかね、まあ、いいドラマ作ったやつが偉いとか過去視聴率何十パーみたいな人が出世するわけでしょ。まあだからっていうところなんだと思うんですけどねはい。まあ、そういういのもあって で、そのパワーバランスで NHK はたまたま勝ってるだけの話であって、じゃあ現場の作る制作側の人たちが今後も使わないみたいなことについて賛成してるかというと、してなくて出そうとしてたってわけですからね。まあ、この辺はすごく重い話なんじゃないかなと思いますね。で、そして一連の問題がなければ、「紅白」出場が確実視されていた SnowMan は、えー、11日に SNS で SnowMan ス,スペシャルライブとみんなで えーと楽しみ大み晦日の生配信を発表と。はいでファンの皆さんと最高の大晦日かにすべく絶賛企画中ね大晦日開けといてねとメッセージを添えていたってことで、まあ、正直これがね案内あったの私は知らなかったんですけどこれが出たってことはもう実質ね「まあ、紅白歌合戦」には出ませんよっていうことですよね。はいいまあすごい なんかこうめちゃくちゃ人気でどうしても出たい人1曲だけ歌ってほしい人かとかいたらじゃあ12曲目で歌ってじゃあその後、まあなんかのイベントってのはあるかもしんないけどね、まあ、あるいはまあねいわゆる福,福,、まあ、福山雅治さんなんかはまあライブ会場から出るっていうのがまあまああの何て言うんでしょうね、まあ、そういう出方もあるっていうところでそういうのもないわけじゃないんですけどまあ普通に考えるとねやっぱりこれを企画したってことはまあ あのもう事前に「まあ、あの紅白歌合戦」はないよっていうのが分かってたけどで発表も何、えー、て言うんでしょうね「紅白」の発表のあとじゃなくて前に持ってくるっていうところも一つ何かこう今までのジャニーズのプライドっぽい、ね、ものを感じてしまいますけどねはいんか出れなかったからこっちじゃなくてこっちが出ないんだみたいな <laughs> とこですかねはいでそしてですねはい。 まあ、とにかく「紅白」の放送時間と被る可能性が高いということで時間がまだ発表されてないんですけどねまあ多分かぶるんじゃないんですかということですよねおそらくねでそしてそんな中目黒の投稿が波紋を呼んでるということでスペシャルライブを発表した際自身のインスタのストーリーに9人とみんなで最高の大みそかにしようねとここはいいですよねで絶対後悔させないように 俺らを正解にするとメッセージを書かれた写真をアップしたからだということでこの俺らを正解にするっていうね普通に見ると不正解があるわけでしょだから「あの紅白」に俺ら選ばなかったことが間違いだよっていうようなメッセージも読めるわけでまあこれはねちょっとやばいよねというところで、まあ、こういうのチェック はもうまあされないんですかねそのいわゆるこう言いたくなる気持ちは分かります一タレントとして。まあ、本来はだってジャニー喜多川氏の問題であるし、まあ一タレントとしては特にまあ若いタレントだとひょっとしたらいろいろ知らないままっていうのもあんのかな、ないかな <laughs> <あの笑>っていうのがありつつ、まあただ一タレントとしてのこのやっぱり 気持言っ,、ね、ったるぜみたいなね、まあ、売れてる途中ですから、まあ、そういう気持ちまではわかるんですけどただ、まあ、世間の状況を鑑み被害者のことを考えたらあの一時期的にそうなってしまうってうことについては、まあ、受け入れざるを得ないですね。で場合によっては、まあ、その事務所そのものがなくなってしばらく仕事としてはストップする可能性すら高い。 はずですからこれか本当にね海外とかだと、まあ、そうお取り潰しは当然だしそれからその関連してるところにどん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 責任取らせていきますからねだから、まあ、それこそ関連してるところで言うとテレビ局もそうだし、まあ、なんかどこまでだって話じゃないですかで出版社とか日本からメディアが全部なくなっちゃうかもしれないぐらい責任を取らせるようなぐらいのことをやるわけでねっ ままあ、まあというわけで、まあ、お取り潰しまではいかないけど、金,金銭的にとかですね。で、あとはあのー、やっぱ海外ですごいなと思ったのは、銀行にやっぱりお前ら取引してたでしょと。 お前らの金があったから活躍できたんじゃないかということでお前ら金払えとこまでやってるわけですよすごい額をね。っていう状況であるという認識がもしあればあるいはそれが現実目の前で続行していればこんな言葉は絶対出てこないはずなんですけどやっぱりこれくらいちょっとやっぱり事務所内の認識としては甘くてですねなんとかこれを乗り越えて頑張りましょうみたいないわゆるショーマスと合音精神が。 あるんだろうなでも結局そういう人たちが残りそうじゃない人が出てくっていうことがありますかねはい。 まあ正直ね、この一言からあんまり膨らませるもどうかと思うけど、ちょっとさすがにないなって感じだし、まあ、正直なんかジャニーズの中では、そのスノーマンさんっていうのは私の中ではかなり好印象なんで、まああんまり批判の対象にはしたくないんですけど、今どんどんね、上が抜けていくと目立つのがやっぱり活躍してる人ってなって、思ってる以上に注目されてるっていうのは自覚された方がいいかなっていうふうには思いますね。はい。 はい、という感じなんでねまあだからやる時間が NHK 紅白と丸かばりだったらまさにそういうことになってしまうってことでまあこの一言でずらさざるをえなくなるかもしれないし分かりませんけどねはい。で目黒のコメントは「紅白に出るよりも SnowMan のライブの方が正解と言ってるようなもので宣誓布告と受け止める関係者もいます」という感じでねまあどっちにしてもな何て言うんだろうな。 <laughs> もう今さら「紅白」そのものがまず残ってるのかっていう話等々もあるしね来年はまあ違う景色が広がってんじゃないかなとは思いますけどねはい、まあ、そういう意味においてはですねこの加害問題関係なくグループとして頑張って是非その大きくなってほしいなと思いますけどやっぱり状況をよくよく考えないとやっぱりね、まあ、事務所があまりちゃんとしてないのもあっていくらそのなタレントに罪はないっていう人がいたとしてもその影響というのはかなり及ぶことになるのでねはい。 でそしてですね過去に「紅白打ったといえば桃桃色「桃色クローバー Z」が有名だっていうことらしくて12年から14年で3年連続出場で15年に落選したとですると公式サイトで「桃色クローバー Z」は「紅白歌合戦」卒業しますありがとうございましたと宣言したと。 いうことですねまあこれについてはまあ紅白卒業業宣言するほどどの実績あっっったたわけけじゃないけど業界が呆れ返ったってことですね、まあ、この真相はよくわかりませんけどなんかこれをねいろんなことを知らずに見たらあなんか調子に乗ってんなってことなんでしょうけどなんか今のこの業界の真っ黒状況を見てるとですねなんか出てほしかったら何々しろみたいなのが <laughs> あったんじゃねえかなって疑うぐらいのまあ ことですよねはいまあ本当に何が紅白で真っ黒、真っ黒歌合戦でしょっていうところがあってですね。はい。ということで、まあまあでもそれを言ったら一応まあ出れなくなったっていうところがありまして、まあ右も左もどこも上も下も真っ黒だらけでね、まあ、あの <laughs>、どうしようねえなっていう状況なんだろうなっていうふうには思いますが。はい。で、えっ、ー、と、続いてですけど、まあ、 えっと、これは残る。おそらくだから、ここまで言うからね、角松ん残るんでしょうね。で、そして、こちらは生田斗真さんというところで、えっ、ー、と、生田斗真さんの独立の決断の裏,裏に、キムタク CM 博士の問題と、ツーマーの主演ドラマ不調というところですね。まあ、結構ですね、複雑な記事と言っていいのかな。まあ、ちょっと冒頭だけと、岡田純一、嵐の二宮え和也に続き、 えー、旧ジャニーズ事務所からの独立を発表した生田斗真さんですね。で、えー、っと、ジャニーズ Jr. 時代、二宮、松本潤、相葉雅紀の,の「生田」の頭文字からメジャーデビューの可能性もあったグループ、メインのうちということで、これは全く知りませんでしたね。<laughs> でもまあ、こういう幻のグループはいくつもあるんでしょうね。で、そしてそのうち所属していたメンバー2人の相次ぐ独立発表には、運命のいたずらすら感じるとい。 いうところですかね。まあでもこの4人が全員大活躍っていうのはまあすごいですね。はい。というところで、えっ、ー、と、その、えー、いくたの周辺に変化が生じたのは今年の7月頃ということで、いくたはテレビ朝日、金曜ナイトドラマ「深夜枠」で、えっ、ー、と、クオリティーの高いドラマ。 警母婦大魔神の収録中だったということでその最中に飛び込んできたのが事務所の先輩木村拓哉の資生堂の CM が白紙になったというニュースだったということで生田と普段から共演、えーね、者やスタッフに当たりがソフトなことで知られるがこの時ばかりは。 口数も少なく収録の合間に視線を遠くに何か思いにふっけってる様子だったというというところですね。つまり木村拓哉さんの資生堂の CM は白紙になったということについてショックを受けたということですね。はい、でこれはご本人のことじゃないんですよね。妻ですね。生田斗真さんが気にしたのは妻、千、えー、のななさんの CM 契約だったというところで。 資生堂と契約していて木村の CM が撤回あ資生堂と契約していてでまあ大きい会社なんでねいくつも CM を出す中でこの星、えー、の奈々さんとそれからアンさんの2人で、まあ、事務所の2人なのかなで,で一緒に、まあ、資生堂の CM に出てるやつを私も見ましたけれどもつまり 木村拓哉さんが何かご自身の個人的な事情で、えー、CM がなくなってしまったのではなくていわゆるジャニー・の問題によっって亡くなったと。だからその影響を考えてった時に、まあ、自分の存在が妻に迷惑をかけるかもしれないっていうふ、まあ、っっうに、ねはい、ちょっとねやっぱり先ほどのなんかニュースとかもかぶるんですけどかぶるっていうのかな思うんですけどなんかそう思える人と思わない人がいるんだなって。 っていうのでなんか事務所内部でも結構この問題をどう捉えるかってまあそもそもね人によって違うのは当然だけど大丈夫じゃねっていう人とちゃんと深刻に考える人で分かれてるような気がしますけどね。でそしてそれちゃんと考えてる人っていうのははたから見ててもこの人まともだよねみたいな人の方がやっぱり考えていて、うん、イメージ通りみたいなところはちょっとあるかなっていうところですかね。はい とと、まあ、いうところですよね。だからし木村の CM が撤回された報道の直後には同社の CM アクアレーベルのプロモーションの展開が控えていたということでだからある程度感度の高い人だったらこの状況がどう及ぶかって考えてそして夫婦だったら自分たちの仕事にどう及ぶかっていうのをう話し合っていた、まあ、可能性がある場合によっては1人でその辺を思い悩んでいたかもしれないっていうところですよね。はい。 っていうのがあって結局自分の存在が、まあ、つまり迷惑をかけてしまうということによって独立を決断したのではなかろうかということで詳しくは記事の方ね読んでいただければいいのかなって思うんですけどはいでまあ本来はね、まあ、独立してる個人個人でねまあ夫婦とはいえ、ね、だからそこまで考えるのはまあ、うん、中には考えない人もいると思うんですけど そうですねまあだから東山さんとかその辺深く考えて社長を引き受けた結果ね妻の木村義乃さんに迷惑かかってるって状況がね多分出来上がってるんですけどですよねだからまあまあでもそこも見たからかもしれないですねで、まあ、とにかくそのなんて言うんだろうなこういわゆる配偶者の方が。 事務所移籍等々もあったりして別件でもいろいろね悩んでる等々もきっとねあったでしょうから、まあ、その辺を、まあ、まあ支える意味みたいなことであるとかようやくこう軌道に乗りそうなとこで支援頑張れみたいなふうに思っていたところにまさか自分の問題でっていうところについては、まあ、悩むのはよくわかるような話ですね。そしてなんか独立のなんかバックアップの話の中になぜかえっ、ー、とですね小栗旬さんの えっとトライストーンがバックアップするんじゃないかみたいなことが書かれていてですねまあこれもどこまで本当かわかんないんですけどねどうなっていくんでしょうねあのいろいろねじゃその芸能界で一番よくわからないと私が思ってるのはなんとか系に所属しなんか属してないとダメみたいなねつまりまあヤクザじゃないですけど何々系のあ何々系あの ななんとかグミみたいな感じですよそうだからいわゆるでも今までジャニーズはジャ,ジャ,ニ,ジャニーズなわけですよね、まあ、ジャニーズ系がいるとしたら例えば中居正広さんとかね独立したいんだけどまあ実質ジャニーズみたいな形の仕事してるからジャニーズ系みたいなねいう感じでまあそれぞれの縄張りみたいなやつがあってでそのジャニーズ から飛び出た人がジャニーズ系ではなくてじゃあ別のそのトライストーンっていうかまあそうちょ別の方の系統にまあこう面倒を見るって話になるとどうなるんでしょうねみたいな <laughs> のはちょっといろいろ思うとこありますが、まあ、いずれにしてもなんかなそういうのまあそういう系じゃなくても普通にあの実力がある人が使うみたいな状況に。 うまく流れていくといいなと思うんですけどね。まあ、その辺がぶっ壊れな時間の問題ではありつつ、ただ、やっぱり人っていうのは、こう、過去を見て生きてるから、過去の感じで、まあ、ちょっとね、まあ、こう、何々系に移動するのかとかですね、そういうわけのわかんないことに,に、ことを言われたりとか、めんどくさいような気がしますけどね。はい。まあ、いずれにしてもですね、独立してもどうなるかわからない。残ってもどうなるかわからない。 すすごくく大変なな状況が続くのは間違いないんですけどただこの問題っていうのはやっぱりジャニー喜多川氏がもう起こした加害問題でありでそのことについて事務所があのやっぱり隠蔽に加担してみたいなところがありそして発覚した後も補償、まあ、等々含めていろいろ反応が遅いことによりより問題が悪化しているという状況プラステレビ局等々も、まあ、そんなジャニーズ事務所と仲良くしたいってジャブジャブしたいって言ってすり寄ってきてるし。 で警察、検察はいまだ動かず、そして政府も動かず、もうほとんど動いてるような気配も見えない、本気でやるべくね。っていうところなんで、まあ、いずれにしてもあの、海外だったらお取り潰しの状況が今、日本ではゾンビのように、まあ、生き残ってるがゆえに、おかしな問題がたくさん起きているという感じなんですよね、はい。ちょっと呆れるばかりですけど、まあ、こればっかりはしょうがないですね。以上でございます。ご視聴。 ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。